你们喝不喝？手酒，手酒店舗，店舗五年，今日や酒造り亀しずくにございます。この焼酎をいただくことになりました。あ、まあ、日本酒でね。日本酒でね。日本酒でね。はいはいはい。亀しずく、はいはい、亀しずくいただきます。はい、というあの若者たちのなんか学会おかしくねっていうような意見をいただいた後にいただく亀しずくでございました。はい、よし、取っとこう。よし、早速ロックオン。よし、どんどんけ。なんか新しいこの Vlog 感もいいわ。ISO800 でこれぐらい綺麗に撮れるからな。あー、そうなんですか。うん、いや、もちろん暗くなってるけど、まあまあいいわ、偉いわこれ。いや、はい、それ。さて、なんだ。店舗、創業店舗5年だよ。創業店舗5年だから、ちょっと創業店舗5年調べてみるわね。We can understand. Yeah, yeah, yeah. Just the temp. You wanna re? I mean, like, 店舗5年は西暦何年？何が？あー、天パマイサンス。This one? そう。え？え？え？ダメだ、コンス。ダメだ、コンス。コンス。ダメだ、コンス回数。1.8倍3倍。Really? 店舗5年ね。店舗5年。すげえ。写的内容看着看着。但是现在才知道。はい。那么。店舗5年はそうですよ。はい。はい、天保5年が1834年と初めて知った日本人と台湾の皆さん、若者です。はい、先生が20歳の所以在来在自助下来 Previously 使用するフィッシャーライト系のなんか普通のジェネティクスとか言ってたらダメだろとか言いながらも、まあやっぱりそっちダメだろって言いながらも、流れとかはそっちっすよねっていう話になりながら、やっぱそれだけじゃダメだなって思いつつも、フィッシャーライト超えるんですか、それ無理っすよみたいな話もあり、じゃあエボデボの方はじゃあフィッシャーライト批判しながら、じゃあおめえらなんかすごいこと言えるのかっていうと、うん、むずいみたいな感じでサイエンスは進んでいるなっていう、まあ、そういう結論ですかね。そう、うん、Evo people want to accuse the fisher right that the population the genetics is bad, but can you say something greater than the fisher right? And still we are struggling with this kind of the problem, and our science is difficult is kind of the one of the conclusion. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, you think so. Yeah, yeah, yeah. Thank you so much. Yeah, そんな感じ。もう一般の視聴者さんは全く何が起きているかわからない。一般だね。いや、最近ピッコンだね、いろんな。だんだん、かっこいい。ごめん。We hope that our taxpayer support our Taiwanese taxpayer support our research activities. Already in Japan, basic science is going to die, I think.I don't know, but let's see. I hope not. But stay home, I think. Yeah, okay, let's see. そんな感じ。はい。
的。哎，那个今天有一些录的，有录很长，长时间。但是全部录的话，有一些设备里面有问题。啊，是吗？对对对，讲内容不能给人家知道。可以。不要讲的，不要讲的，对对。谁你一直在录？我觉得你整完都在录。没一个二。構造的な問題があるし、それは構造的な問題があり、それは変えられないけど、まあそんなもんどうでもいいやとかね。なんで60代ぐらいの科学者は自分が偉いと思って国に金を出せと大きな声で言えるかっていうね、それ間違ってるよねっていう。そこら辺はなんかね、そう思ってたらしいし、僕もそう思ってた。おかしい。リベラルな科学者というただのコンサバティブな既得権益者がいるだけだったとかね。そういう感じ。はい、そういう感じだよ。はい。どうなのそれ。いや、よく分かってらっしゃる。一発で話が通じる。はい。で、どう考えてもおかしいじゃんか。国が金を出さないから科学者が育たずに国人が没落してるのか、国がもともと他のファクターで没落してるから金が出せないのか、分かんないやん、そんなの。いやいやいや、お金はあるけども出し渋ってるだけなのか、どうなのか分かんないけど、科学者、自分らに都合の悪い科学的事実隠してねえ的問題。それは地球が平たいって信じてる人たちをバカだと罵るのはいいけど、人間の脳みそとか人間の歴史の中で地球が丸だって気づいたの何年ぐらいかかったとかさ、万人がいきなりさ、そんなその何天文学とかいきなり理解できる道理ないよねっていうのをさ、理解できないのおかしくねっていう話。それと同じことがあちこちで起きてるよねって。まあそうだろうなっていう、はい。まあ比較的時間があるんだけど、なんでだと思う。はい、ご家族の、はい、ご家族が、はい、離れて日本にいるので、はい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 、あなたに比べたら無限に時間があると思います。だからなんかその、はい、いや日曜日に家族となんかどっかにお出かけ行かないととかないですもんね、はい、ない日曜日は朝からね、昼まで動画の編集、昼に動画用の素材を撮って、午後から夜の2時まで編集。それ一緒に住んでたら奥さんに怒られるやつ、はい、無理、激起こされる。激起こされる。はい、激起こされる。何やってんだって言われるけど、そんな心配はここにはない。はい、それはでも奥さんとも話してて思ったのが、愛する相手の時間を奪っちゃいけないっていうのはコンセンサス。まあまあそうですよね、はい、それはね、なんかね、愛する人の時間を無意に奪ってはいけない。でもなんか一緒に住んでると、いや、なんかそのお子さんと、はい、奥さんがなんか、はい、どこの公園に日曜日に行くと、はい、行かないのかって言われたら、はい、それを断って動画の編集するのも、いや、うん、いや、心の底からどうしても動画の編集したいって、いや、常にそれが強いんだったらいいんですけど、はいはいはい、いや、お子さんと奥さんと一緒に公園に行ける環境にあって、はい、それを断るかどうかっていうのもまたあります、はい、ね。断らないですよ。まあね、離れてるからね。この一生に一度しかない、一生が一度しか、このこの一日、この一日にその、はい、一緒に過ごせるこの一日に、はい、それはどっちに振るか、はい、どうしますかってやつですよね。そうです。今の環境だったらどうせ会えないから、動画編集用の速度、動画編集の速度を早めるためにショートカットキーを覚えようとかで、オンラインでしか会えない息子のためにね、新しいフロムソフトウェアのエルデンリングの宝物の場所を覚えよう。お父ちゃんはすごい宝物の場所を覚えてるって、帰省した時にどやりたいね。それですよ。
いやーやっぱ一緒に住んでるとね、はい、一緒に住んでるととか学会がね公務がね偉い先生が偉い先生なんかのお話よりも息子と次会った時に父ちゃんあの宝物どこにあったかなここだって操作してね開けてこのボスどう攻略したらいいのこうだすぐ即答できるようにゲームもやり込みたいし父ちゃん何やってんのって言われた時に息子よ娘よ動画を作ってるじゃん父ちゃんは台湾でこんな生活をしているというのを動画で伝えるために必死で動画編集ソフトの、 使い方を覚えたい、はい、そうなんですそのグッド地球便グッド地球便はいその、はい、あれですねご家族が不幸になる感じだったらもう、はい、あそれはねだ家族が不幸になるぐらいだったら帰るんですよで子供たちに聞いたら父ちゃん家族者で台湾でやってるってどう思ういやそれめっちゃいいから研究続けてよし研究続けるでやっぱね息子とか娘にねやっぱよ父ちゃんもよ、YouTube 一本に切り替えた方がいいんじゃないかと思うんだ今の仕事やめてそうでないとさ、登録者数呼びないよ待て、父ちゃん日本に帰ってきても全く YouTube のネタとかないだろうからむしろ台湾で楽しく研究やってろっていうそこっすはい、はい、確かにはい食今の食ない状態だと、はい、汁が動画どうやって使うかそう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 そ う, そ う, そうで変な話が最初 YouTube のやつを始めた時に何やってんだだったけどそのうちなんか知らない間にそう言ったっけ所内会議で僕のあの皆さんのあのはるちゃんはるちゃん大熱唱動画が所内会議で大放映されまして僕がいや所内でいやだからね私所内会議とかあんまよくサボっていやサボってって言ったらおかしいないろんな事情があって所内会議出れないんだけどなんか突然いや今日いやこの前の所内会議でさなんかあの音楽のあのミュージックビデオ流れたんだよってでえ何どれあのイントゥーザワイルドイントゥーザワイルドあれ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 ああれねあそうあのハルちゃんも歌ってるやつだったらあれかおで何て言ったのいや書でもこういうプロモーションビデオ作った方がいいんじゃないのかっていや分かったとでも俺主任にさもう3回ドローン買った方がいいよっつったのに3回断られてるし全く俺の動画サポートしてくれてないんだけどどうなってんのって言ったらなんかその会議でなんかキンナは動画編集とかできるからそれサポートした方がいいんじゃないかみたいな話になったあそうなんだへーっていうのがあのハルちゃん大熱唱動画が専属ミュージシャンになる専属ミュージシャンとしてあの所内会議で爆音多分爆音でかかったんだろうねイントゥーザワチャ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 福川先生ガッツポーズのあれが所内で爆流れしてであの時お前四歳先生があの時あそこにいなかったからよ残念だったよねって言われたけどいや待てあそこにいたらさ動画作ってくれって俺言われるんだろめっちゃ時間かかるんだからっていうのでいやそこにいなかったのは良かったんじゃないだろうかという意見がありで最近なんか主任がなんか委員長中央研究の偉い人と一緒にポンフーに行った時に僕の作ったビデオ流したらしいのねだポンフーあたりのマリンステーションでもハルちゃん多分もうハルちゃん大公開されてるんだと思うんだけど良かったよ院長がいいねみたいな院長いいねということで今まで地下活動のように動画を作ったけどこれからは正規軍としてね動画を作り倒す今度の3月にまたやるのかはいその時にもっとすごいの作るのその時に来たい学生を呼び込む掲示に、はい、あの動画の QR コード貼ってそれ見て、はい、発表してくれる、はい、どうかなぜひ分かったまた、はい、まあなんかこの間掲示始めて今3人応募してきてる科学的なね、うん、3月サイエンティックな内容はないよねなんか青春群像キャンパスライフ青春群像プロモーションビデオえあーいやでもほぼ同じ内容だからいや来てくれてもう一回同じ曲弾いてレギュラー化してもいいよ全然いいけどあの
人数がすごく多くて減らさなきゃってなったら多分最初に減らされる。いや、はるちゃん2回だからってね。で次の要因をね、うん、同じ曲弾けるね、基本要因を基本は多分今のところでもまだ3人かな。で今回、いや次回はあの寮に、この寮に宿泊させてもらえることになったから、うんうんうん、多分だいぶ増やせる。で取るんだったらガチでやるから取るんだったら、もちろんそれは。いや来るんだったらガチで取るから。ね、狙いすぎだって怒られるのかな。いやいいんじゃないですか。だって狙いすぎだって。企業の PR 動画とかも、ね、すごいクオリティ高いですもんね。いや素でちゃんと大学院生でんですって言ってけど、仕込んだなお前らとか言われるのかな巷に。いやもうまさ。仕込んだ感は出るかもしれないし。なんか引き間違えたりする方がいいね。ベロレンってなんか、ま、わざと間違え。うん、なんか考える、うん、考える、うん、もうなんか編集が鬼のように、編集は鬼のように大概何でもできるようになっちゃったからね。撮れるわこのしょぼいカメラで。ずっと地球便は30分ぐらいでしょ、はい、まあまあ30分の枠でコマーシャル入って5分とかで25分で僕が出るのが20分で、20分のシーンのために僕を撮ったのが12時間とか14時間、だからハルちゃんも9時間ぐらいとか鬼のように撮り倒すと、あのハルちゃんメインで10分とかのなんかそういう番組が PV ができる。で PV ができる、うん、そうハルちゃん PV 作って売り込んだ方がいいのどうなのかなまあでもね、やっぱりね、なんか一人でやるにはやっぱ限界があって、なんか自分がこの出役で出るときにニキビとかできてるのを、これニキビとかさ、メイクとかでなくせるよねってかみさんに相談とかしたんだけど、やっぱね、あれはあれで別だよね、技術がね、うん、なんかそこを消すと、そこの色だけ絶対スキントーンの色ってすごい差が出ちゃうから、あのエディットのソフトでやるとすごい差が出ちゃうよっていうんで、いやなんかああそれは別なんだ。最近 CM とかでもやたらこう皮膚が綺麗な俳優さんとかちょっとあれかな、あれは動画編集してるなって。あれはねスキントーンの部分を いじってミッドトーンをねマイナス 25% ぐらいに落とす、まあ、もう具体的に説明できちゃうんだけど、そういうことです。そうですよ、はいはい、だありますよね。あるだからはるちゃん前回のやつでベロンベロンに酔ってて、もう顔のスキントーンが彼女と全然違ったのさ。もう必死で頑張ったんだけど、あれぐらいにしか直せなかったんだよね。赤かったっすよ。赤すぎて、あそこクリックするとさ、このスキントーン示すグラフの人間のこの皮膚の色から外れたところに、俺、えらく外れたところにハルちゃんの顔、いやこれなんかおかしくない？これさ、ここだけハルちゃんの顔だけ選んで、ここいやちょっとこうかなって頑張ってあんな感じだった。だけやってくれてたんですね。やった。僕の技術だじゃあね、あれぐらいが限界だった。ちょっと暗いとやりづらいとか。暗い、もともとの映像にその情報が入ってないと。いじりようがないのさ。だ8ビットで撮ってるとか10ビットで撮ってるとかログで撮ってるとか普通に、今だから普通に撮ってるからあんまりいじれないんだけども、これをそのダイナミックレンジ広くして撮るとちょっと淡い肌色味とかなんかそういうのができる。前はスマホで撮ってるからもういじれる幅が狭いんでやりようがなかった。今撮ってるのはちょっといじれる、もっといじろうと思ったらもっといじれるやつがあって、なんかねビューティー設定とかできるのさ。ビューティー設定、ビューティーのためのファンクションカチッてやると、もういきなり自分の PC のファンがうーんって回り出して PC が発熱しちゃうのね。GPU の使用のパーセントがグワーン上がって、もうめっちゃ演算してるんだと思うのよ。あれをどれぐらいやるかっていうね。ビューティーモードのあのファーストベストオプティマイゼーション、なんかオプティマイなんとかとかあって、これ最強のやつってクリックするとブーンって
のファンが回ってなんかね、微妙なこのシミとこを全部取ろうとするんだけど、待て待て待て、それは研究に使う俺の PC だ、待て、はい、まあ、これぐらいでいいと。なんかね、でそこまでやっても逆に嘘くさくなっちゃうから、いやあの、だから映像とか撮る人は事前になんか持ってるものの服装とか持ち物とかも全部色を設定して撮り始めるんでしょ。あのその人の顔のなんか白く撮るのか、なんか暗く撮るのかっていうのを決めて、でそれで光とか、そこまでできないから、そんな力はないんでね、はい、素で撮るだけ。ちょっと次はこれぐらいで、これでやるからクオリティが上がる、これでやるから、じゃあ、これで、いや、いいカメラって大したことない、これ Vlog。 これも近づけてるけど、APS-C のデコチョ、マイクのやつが、はい、マイクのやつが、おいや、音声がいけなくて、なんかそんなすごいわけではない。テストみたいな。まだ励ますよ。ふーって風が吹いた時に風がボボって当たらない。あげ。あと一応指向性があるから。指向性ある。だからこっち向けたら、古川さんのウェイって声がウェイって入ってると思うし、ウェイって。で、多分ここら辺が薄いのかな。ここはまだ入る。ここもまだ入るけど、ここが一番強い。だからあっちの声を取らずに、ここだけ撮りたかったらこれでいいし、あそこで話してるって言ったら、中国で声音でファンの人に、次マイクロフォン、okay. 全部取っちゃう。で音声もこれだと、okay. Thank you. ぼんやり撮っちゃうからピンマイク入れて、ピンマイクもう買ってやるから。ピンマイク入れて、準備万端や。あのね、読売の人にもねビビられた。なんでこんなのあるんですかって言われた。あの色を完全に補正するための色が並んでるやつがあるんで、カラーチャートってやつ、あのこれあるんでこれ使いますかって言われて、いやそんなん使いませんよ僕らって言われて、こんなん使うんですか、使いますみたいな。カメラによって色味違うでしょ、 GoPro とこれとじゃとスマホで違うから、それを同じカラーチャート撮っといて後で補正すると、だからはるちゃんの色を顔を GoPro で撮ろうがこれで撮ろうがスマホで撮ろうが同じように調整できる。これめちゃくちゃもうできない、 できねえなと思ってたらプロの人がそれはできませんって。そっかできないのか、はい、そんなんばっかり。写真だとあれですもんね、ホワイトバランスみたいな。でしょ、ホワイトバランスよ。一緒にやって、うん、やって、そうで、それのもっとなんか強いやつ。動画は動画って、まあ、写真と同じだけど、途中でなんか明るい部屋、明るいところが暗い部屋に入ったりとか、そう、ホワイトバランスを自動に設定しておくと、だからこの入ってくる蛍光灯の色がどれか消したらもう一回カチャッと変わっちゃうから、そこからなんか色味がバンと変わっちゃう。だからもうめんどくさい。なんかちょっと黄色っぽい蛍光灯と白い蛍光灯があってみたいな部屋とか、はい、ヒーってなる。ヒーってやそこまで撮らなくていいんだけど、それこそすごいコマーシャル撮る人はそんなんでしょ、はい、まあこれぐらいにしておこう。ベチディズニーなの？